はい、白です今回はですね水深1 0センチの水路でも発電新しい小水力発電機を開発というものでまあ水深がねやっぱりその深いものじゃないとなかなか小水力発電ができないあの前回まあだいぶ前にもちょっとお話しした NTN さんの機器ですけどもねあれは直径が確か最低でも7 0センチあるので やっぱり深さが1ーぐらいないと厳しいんじゃないのっていうところですよね。まあどこでも設置できるんですけども、やっぱり水深があれだけ深くないとできないっていうのは結構ね、ハードルが高いとは思うんですけども、このね、水深1 0ンチっていうのは相当ね、あの、ハードルが低くなりますよね。で、これをね、作ってるのは鉄拳建設っていう会社なんですけども、これはあの中堅のゼネコンで、まあ ちょっと名前からもわかるとおり鉄道の、ねえー、建設とかもやってたそうなんですけど結構創業が古い会社ですね、えー、まあこういうふうにちょっと調べてもいいんですけどもまあ皆さんでリンクは後で貼っておきますので、ね、ご覧になっていただいてもいいと思います、まあ、そこはですね小さな農業用水路などでも発電できるということで作ったものですね新しい小水力発電装置を開発したということです 新開発のタービンによって少ない流量、流速でも発電できるのが特徴だという,と,いうところですね。まあ、水深 10cm っていうと、かなりっていうか、ほとんどの用水路で使えるんじゃないでしょうかね。はい。まあ、ちょっと読んできますね。水深 10cm の水路でも発電を可能に。鉄拳建設は2018年3月15日、新型タービンを利用した小水力発電装置を開発したと発表した。 小さな農業用水路やトンネルの湧き水を排出する中央排水溝など水量の少ない場所でも発電できるのが特徴だ現在茨城県石岡市の農業用水路で実証を行っている全国で季節の農業用水路などに小水力発電を導入する事例が増えている排電目的だけでなく電力を確保しにくい山間部などで農作物を守る電気策や雨量などの計測装置の電源として利用したいというニーズがもある だが、小規模な農業用水路や中央排水口の場合十分な水量流速が得られず導入を断念するケースもある、まあ、そうですよね農業用水路とか中央排水口の場合十分な水量あと流速もそうでしょうね、まあ、ゆっくりした流れしかないからなかなかねその小水力発電なんか入れても意味がないというところなんですけどもねそこで鉄拳建設ではニューアクト空き電気 旧力製作所の技術協力を得て、こうした水量の少ない場所でも効率よく発電できる小水力発電装置の開発に取り組んだということですね。開発した小水力発電装置の核となるのが新開発のタービンだ。回転体の周囲に水流によって開閉する16枚の可動浴。これよく見てください。見えますかねあの。 こういうふうに水が流れてくるんですけれどもこっちはあの閉まってるんですよねで当たるところがふわっとこう開いてそれでぐーっとこういうふうに回るということですよねうまくできてますよね回転体の周囲に水流によって開閉する16枚の可動翼がついているこの可動翼は上流側では水流を受けて開きこのようですね 水のエネルギーを受け止めるようにしてタービンを回転させる反対に下流側に移動すると水流を受け流すように閉じるこういう感じですねだから抵抗をなくしつつこっちの水流を受け入れられるようにしているということですねこの可動翼タービンによって水深10メセンチ程度水量1秒あたり0.02平方メートル立方メートルか以上流速1.5これ相当遅いですよ うん、という以上のといった条件であれば小さな農業水路や中央排水溝でも発電可能としている流速や流量が極端に少ない水路の場合は小さな落差を利用して収水可動水路を設置すれば発電が行える、まあ、要するにあのよくです、ね、こういうところから脇の方にこうやって水路を流し例えばこういう脇のところから、ね、水路を流して まあこういうものですねこれをつけることによって流れがここに集中しやすくて流れやすくなるとで、まあ、これが実証実験のところなのでまあ本当に普通にどこにでもあるような、ね、農業用水路かなという感じですよね石化しの農業用水路で行っている試験運転では水水・収水・稼働水路による流速2 0 m ド まあ秒ですね、の条件のもとで、回転速再回転度 60rpm、1分間当たり60回転で、発電速9.6ワットが確認できた。発電した電力は NCC による田んぼへの鳥獣被害対策として設置した全長 2.2km の電気柵の電力として活躍している。おこのほか、河川の水位計測データや リアルタイム動画の送信といった防災用途にも向くという。鉄拳建設では現在この小水路河電所装置について特許出願中で、一応販売の可能性も検討するとしている。うん。まあ用途がね、まあ、農業用水路の近くという形なので、まあ、イノシシの輸る田んぼの鳥獣被害対策として設置した電気柵とか、河川の水位計測データやリアルタイム動画の送信。 この、ね、時に電気が結構いるんですよね。あのやっぱりカメラを設置して例えばこういうところの、ね、水路にこう上からカメラを設置して水位の変化を見たりとかっていうところですねリアルタイムの動画を見れるようにするとかそこら辺の部分の電気の確保という形なんですけどもまあこれがね例えば1つだけであれば大したことない電力しか発電しないと思うんですけども いくつか、ね、連なっていく、まあ、これは NTN さんの装置もそうなんですけども、こういったものが、ね、ちょこちょこといろんなところにこう設置できることによって、まあ、24時間365日、水の流れが止まらない限りはずっと発電し続けるということなので、まあ、発電ロスっていうのもです、ね、近くに使う場所があれば、かなり少なくなるでしょうし、さすがに、ね、9.6ワットっていうのはかなり少ない。 量かなとというところなのでこれに見合ったコストの発電装置の値段であればどんどんこれからね、あのー、普及が広がっていくんじゃないかなというふうに考えられますけれどもねでもやっぱりですね太陽光発電あるいは風力に代わって水力というのをですね有効的に使うことによって、まあ、日本の場合は河川も多いですしちょっと急な流れのところも多いのであるいはこういったね用水路 特に田んぼのね、用水路というのはもう全国各地でこう張り巡らされているのでかなりですね、用途というのは大きいのじゃないかなと思います。ただ、一つだけね、ちょっと素人ながらに心配なのはこの可動浴というところですよねあの。川の流域の流速というのはですね、やっぱり雨が降った時とか何かいろいろなこのゴミが流れてきた時っていうのはこう挟まる可能性が高い。 でししょうしそれにやっぱ耐久性はどれぐらいあるのかなっていうことですよね。水車の場合は水車というかまあこういう水上のタービンと言われてますけども、まあ、ここはですね常にずっと動いてますのでかなりの高耐久性が求められるというふうに感じますね。まあちょっとしたことで壊れちゃうってまた修理するんであればあんまりね意味がないかなと思うんですよね。 あとはゴミ対策がなかなかこれ取れないんじゃないかなっていうのがちょっと心配なところです。まあこういうふうに流れていくからね、ゴミも流れやすいっていうふうになるかもしれないんですけども、うん、まあちょっと考えただけで素人なりにはそこら辺がね、ちょっと心配かなというふうに感じますが、まあ将来的にはですね、いろんな場所で自家発電用、自家発電というか自、うん、自家用ですよね、の発電機の一つとしてこれは使える。 とところが結構多いいいんじゃないかなか思いますあとですねやっぱり今農機具っていうのもほとんどがディーゼルで動いたりとかガソリンで動いたりするのがほとんどなんですけども将来的にですね EV 化したりとかあるいは燃料電池で動くような形になってくるとやっぱり電気を主に使ったりするようになると思うんですよね。で電力をあらゆるところから取れるようになったりするとこういった装置っていうのもね、えー、田んぼの脇でこうすぐ充電できてなんていう形で。 生かかされるんじゃないかないいと思います私の個人的な考えですけどもやっぱり農機具とか農作業っていうのもですねやっぱり AI とかロボット化っていうのが進んできて将来的にはあんまり日本あの人間がですね作業を行うっていうところは少なくなるんじゃないかなと思います。ドローンによってねい,ろいろな監視も行えますし うんやっぱりロボットによってですね、まあ作業の細かいところはね、やっぱり人間やらなきゃいけないとかっていうのはだいぶ残る、しばらくは残ると思うんですけども、かなりの過程をですね、やっぱりロボットによって補えるんじゃないかなと、私は感じておりますし、そうしないと、まあ逆に考えてですね、日本の農業っていうのは今高齢化が進んできて、二重もあんまり取れない状況で、いろんな制約も多いんですよね。だから、 どうしたって人がやっぱり集まらない若い人がなかなかやらないっていうところはあるんですけどもそういうロボット化がですね一気に進んでくると大企業とかがドーンと入ってきてまあ一気に農業改革がね行われるんじゃないかなという心配もちょっとあるんですけどもね私のね古代妄想で終わればいいかなと思ってはいるんですけどもやっぱりこういったきつい作業ですよね農作業って多分相当きついと思うんですけども そういったものに対して人がなかなかこれからね集まらないあるいはうんなかなかねその尊い仕事だとは思うんですけどもそれに対してやっぱり利益があんまり得られないっていことであれば若者もねなかなか集まらないんじゃないかなというのはちょっと懸念事項として、ね、すごくあるんですけどもねはい、えー、ちょっとね余計な話をいろいろしてしまったんですが、まあ、こういう獣害が起きてくるっていうのもやっぱりイノシシを取る漁師さんが少ない。 でイノシシっってていいいううのはででですすね、まあ、シシ肉っていう形で結構美味しいんですよ私食べたことあるんですけどだけどそういうところをきちんとさばくところがないとかきちんと販売するところがないっていうことで獣害が起きてるっていこともありますし漁師自体がね結構大変な職業なんですよねうん鉄砲を撃てるっていうことで魅力的にか魅力に感じてまあ若い人でも入る人もいるんですけどもやっぱりねそんなにお金にならないんですよねうんだから猟友会の人が 一生懸命こうやってるってところもあるんですけどもなかなかねこう難しいかなというところですよねはいえー、とねまあちょっと話がずれていろんなことを言ってしまいましたけれどもやっぱりこういった装置がねどん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 できるということは歓迎すべきことですねうんやっぱり山間部とかいろいろへきし部分でもあの発電方法が一つ増えるということによってエネルギーセキュリティ面 太陽光パネルが、ね、飛んでしまったとか風力発電の風車が壊れてしまったっていう時にでも粛々とです、ねえー、発電してくれるっていうのはやっぱりありがたいことかなと思います。はい、えー、最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。